こんにちは、ゲートの大橋です。今回は日高川の方に行ってみたいと思います。またこれも初めての場所なんで撮れるかどうか自信ないですけれども、頑張ります。はい、日高川の方上流から見てるんですけれども、護岸工事してるんでね、なかなか良さげな木が見つかりません。はい、少しね下流の方にやってきました。これはね取れそうじゃないんですよ。対岸にね良さそうな木があるんですけれども、ゴルフ場になってるんで入っていけないような感じですね。ここにも柳の木とかあって行けそうですけども、まあこういうところは川が増水した時に埋もれてしまうんで、なかなかクワガタはいてないですね。もう少し下流の方に行ってみたいと思います。はい、今回の日高川はねかなり苦戦してます。っていうかまだ1回も探してないんですけれども、車で30分ぐらい走って様子を見たんですけれども、なかなか条件に合った気がないんですよね。やっととりあえず1本見つけたので調べてみたいと思います。これじゃないですよ。まあ、大きな河川 だとこういった感じで2段階の堤防になってますんで、そこの1個上のところがよく可能性のある場所になります。それで今回可能性のある木というのはこれになります。ここも誰もね採集者来てないと思うんですけれども、観察してたらカナブンが飛んでますので可能性あるんじゃないかと思いますので突撃したいと思います。やはりね、こういったところには茨があるんですよね。カナブンがいます。
あ、カブトムシがいましたね。オスメスペアでいってます。こちらにもカブトムシがいます。なかなかクワガタはいないようです。あ、ここにコクワがいますね。はい、ということで今回はね、樹木を探すのに周り車で走って30分ぐらいかかりましたけれども、まあ、見つけてから取るまでね10分間ぐらいで、まあ、カブトムシ3匹とコクワガタ1匹見つけることができました。またいろんな河川敷挑戦してみますので、よかったらまた見てください。最後までのご視聴ありがとうございました。